辻元健造は日本の実業家である。株式会社カプコンの CEO、コンピュータソフトウェア著作権協会理事長、コンピュータエンターテインメント協会前会長、奈良県柏原市で鍛冶屋の家の三男として生まれる。1956年、父親の創生から中学卒業後に近所の会社に就職し、同時に、 奈良県立うねび高等学校の定時制に入学。1960年3月に同校を卒業し、おじの食品卸会社に就職する。1963年3月、おじが経営していた菓子卸業を譲渡してもらい、独立、社名を辻元商店とするも経営に失敗して、数百万円の負債を抱えることになった。 1968年、大阪市で菓子小売店の辻元商店を改めて開業。駄菓子コーナーに置いた麺菓子製造機に、児童たちが行列をなすのを見て、商品自体に対してではなく、麺菓子を作る工程に興味を惹かれていることに気がつく。2年後にこの麺菓子製造機を売り込むパフォーマンスのため、全国各地を行商中、基礎にパチンコ台の改造を委託され1機種あたり仙台。 売れたことでゲーム娯楽が今後成長することを確信した。1974年7月に IPM を創業して社長に就任する。1979年5月に IRM を設立し、ARM は1981年に3尾に社名を変更する。インベーダーゲーム流行期に台頭よりライセンスを受けて IPM インベーダー、カプセルインベーダーをリリースした。しかし、 インベーダーブームの体調による業績不振を理由に会長を務めていたアイレームを追われてしまう。1983年6月に賛美の販売会社としてカップコンを創業し代表取締役社長に就任。同年7月に第1号のメダルゲームリトルリーグを発売。百八十九年に開発の3尾が販売担当のカップコンを吸収合併して、 統合、存続会社の賛美の社名をカプコンに変更し、辻元は引き続き社長を務める1990年代に、個人事業として、ワイナリーとして4つ目の会社、建造エステートを設立。カプコンの事業失敗で、有給地になっていたアメリカ・カリフォルニア州のナパの土地1500ヘクタールを70億円で、カプコンから購入して辻元個人の所有とし、開梱から始めて14年。 資材100億円以上を投入した。2008年に初出荷。このワイナリーの白ワイン、アサツユが2011年、アメリカの富裕層向けの雑誌で最高のワインの一つとして選ばれた。2001年にカプコンの会長兼 CEO に就任した。ありがとうございます。